はい、どうもリズムのタカです。シゲです。キヨです。はい、今回やる企画はですね、はい、今までさ、ずっと俺はサッカーしてきたやん、うん、で、このサッカーしてきて今までで一番もうナンバーワン、ダントツに一番きつかった練習を一人一個発表していきたいと思います。練習ね、選ばれへんと思うけど、まあ、ダントツこれやなっていうのが。いや、俺ダントツ1個あるわ。だったら、いや、今回はフリップに変え、フリップに変えて、まあ、発表していく方式でいきたいと思います。オッケー。はい、それでは変えてください。オッケー。オッケーです。じゃあ、誰が行く？俺と行く。ケロから、うん。はい。お願いします。俺は、まあ、流通経済大学所属時の、はいはい、これです。バン、タツノコというトレーニングがあるんですけど。え、タツノコっていうトレーニング名なの？タツノコっていうトレーニング名。あ、そうなの？明日タツノコ行くよみたいな。タケノコ？タツノコや。これタツノコって、あ、関東大学サッカーリーグじゃないですよね。行ったよ、練習試合。確かに行った。一回練習試合行ったよ。俺らのなんかホームグラウンドじゃないんだよ、一応。タツノコ陸上競技場っていうのがあって。あれ、龍ヶ崎市か。龍ヶ崎市。で、そこに、横に公園みたいなのついてるんだけど、そこになんか山があるの。なんかすごい山があるね。なんかちっちゃい山がバンってあるの、なんか公園にね。うんうんうん、で、そこに階段がもう頂上まで一直線にバインって一個ある。あ、うん、で、それまあ100段ぐらいあるんだけど、うん、まあ、約、わからん。まあ、数えてみたらわかるけど、約100段ぐらいあって、そこをダッシュで上がって降りて、上がって降りてっていうトレーニングがある。うん、階段ダッシュ言ったら、階段ダッシュ言ったら、うん、あ、それが、うん、やばい。階段でもパンパンになるんだよ。なんか酸素がないやる体の中から。ほんまに途中もう下山の時にもう足プルプルなの。なんか下山言うてるやん。いや、ほんまに山登りになってるもん。下山の時みんな、うん、なんかもう足が言うこと聞かんない。なんか、うん、肺が休む時がないよ、うん、もう無酸素で上に上がって、うん、もう階段って降りるときに一番筋肉使うじゃん、言うたら。で、降りるときゆっくりなんだけど、まあ、そこでももうプルプル状態で降りていくから、もうそこではきついみたいな。じゃあ今 J でやってる選手らもみんなそれで育ったと。そう、レイソルの10番、江坂渉さんとか、うん、もう走ってたと。走ってたし、一緒に。やばいな。まあ、どう思ってるの、タガビとか、新潟のね、うんうん、で、あいつが、あいつ足を俺と一緒で遅いのに階段出しててバリ速い。めっちゃ目立つやん。監督がちょっと、監督なんだね。足、なんかもう、見たら分かるんだけど、マジで。もうなんか、バインってやったのよ。うん、ケツもバインってやった。めっちゃ褒められるんじゃん。そのやっぱコーチとかに。そう。ダーミーね。ガミー、ガミー。ちょっと再現してもらうや、タツノコ読んで。そう、タツノコ用はあいつ。それだけバリ速い。他は？他はバリ遅い。で、俺よりフィジカル弱い。それはないやろ。もうあれは俺ダントツだね。もういろんな走りのトレーニングしたけど、うん、ダントツきついね。まあ、それがあるから今 J リーガーでね、確かにね、たくさん活躍してる選手が。10代はすごいもん、ほんまに。だって今年 J1 めっちゃいるからね。同期、同期めっちゃ J1 いるよ。アビスパ、アビスパ何？湯沢、山岸、2人か。で、徳島ボルティス西谷でしょ、うん、まあ、中村啓太でしょ、あエスパ、あエスパ、エスパ中村啓太、うん、で、まあ、J1 で言うと、まあ、レイズルのアタルさんも江坂アタルさんも一緒にやってたから、うんうん、で、塚川光輝か、塚川光輝いるわ、塚川光輝いるわ、フロンターレ、フロンターレ、もうそういう、そうそうたるメンバーがタツノコを走ってます。ほんまやね、すごいね。すごいですよ。じゃあ行きます。はい、お願いします。バビョン、ノン武装からの手押し車。まあ中学校の時に俺がサンフレッチェビンゴ所属時代に毎週火曜日走りのメニューがあるんよ。最初ね、30分間なんかフィジカル系の練習がある。30分もあるんだよ。そう、30分間あるんよ。その時にまあトレーナーがおるんだけど、まあトレーナーがメニュー考えてくるんよ。なのでそのビンゴの横にまあいたらちょっと上り坂があるんよ。その坂を最初ね、ペア組んで、そのおんぶを、もうほんま自分と同じ体重ぐらいのやつを、うんうんうん、まあ、ペア組まさせられて、で、まあ、おんぶで走らされるの。おんぶダッシュ？そう、おんぶで走るの。坂ダッシュ。で、その後に、そのペアの
手押し車でこの坂をこう登る。やばいね。え、土？いや、そこは芝。そこは芝ない。で、そこを走らされるんだけど、最初おんぶをするけさ、うん、まずおんぶでさ、まあ、足も来るけど手がやばい。手もやばいね。あれ捕まんで。で、手押し車って押すけど持つのもしんどい。持つしんどい。持つしんどい。あれさ、あれそうなんだ。こっちもしんどいけど、こっちもしんどいよね。で、だからね、ペアによってはさ、これやるときにケツもこうやるやつを、じゃあこう、おいおいみたいな。なるなるなる。わかる。わかるわかる。それもう両方きついで、もう、手押しで疲れる、持つのも疲れる、相方ケツ振るだったらもう。上手いやつはさ、持ちながらちょっと押すよな。ちょっと前に押すね。まだちょっとこっち側が、まだ楽やね。あれがしこのやつはこう、やる。やんない。それをやったおかげで、今やっぱ、この、腕がね。え？怖っ。これでもう全然身になってる。お前中学の時の映像見てガリゴボウや。ガリゴボウや。ガリゴボウや。ガリゴボウやけどフィジモンスターだけど。寮に入って、うん、飯とトレーニングで揉まれて、うん、10キロ増えたけど。それすごいね。すごいね。それで10キロはやばいね。身長はほぼ変わってない。で、10キロ、もう鎧を身につけた俺はもうゴリゴボウ。で今、うん、あ、ガリゴボウからゴリゴボウになったね。それゴボウやん。結果ね、結果ゴボウやん。かな、俺がきつかったのは、まあ、おんぶからの手押し。手押しは確かにマジできつい。ほんまにきつい、わかる。あれやらんとわからんよね。あれやらん。あれなんか見るのとやるのじゃ大違い。全然違う。ほんましんどいやん。じゃあれさ、めっちゃ地味やん。そう。めっちゃ地味やん。クソ地味やけど、バリきついよな。でもさ、たまにバリ早いやつおる。バリ早いやつおる。バリ早いやつおる。バリ早いやつ最初だけやけどな。うん。じゃあ、います。タカちゃん。ブルッベー。合宿の飯。あ、飯が。飯トレね。飯トレ。それの方、食トレの方やった。俺ないわ、経験してます。食トレあるね。あ、俺は、中学の時に大阪の、その、マッチクラブ、占領館ってことに入ってたけど、うん、まあ、当時はスイーター GFC 占領館で、今、占領館 FC って名前変わったんだけど、そう。当時、1年生の時に、うん、奈良県の山奥にぶち込まれる合宿があった。でそこにはなんかいろんな関西のチームがめっちゃ来るんだ、うん、でやっぱ合宿がさこうみんな一緒やから宿舎も飯の会場もみんな一緒やね、うん、でその時にみんながさこう合宿におるからもう人が多すぎるから弁当ってか分かる、あのおかずが入ってるこの弁当がこうセッティングされてて、うん、もう量が決められてる、そう量が決められてて、うん、でも米は自分でつけるっていう、あったあったあった、分かるよ、寝てんのそのシステムやった、そのシステムあった、そうだからコーチがまずご飯作る、でもおかずの量が決まってるからでそれを3倍ってルールがあって、3倍マジ、そうルールがあってじゃないと次の日の試合とか出られんだって、焼肉とかその焼肉のそのちょっとなんかあれ、メインね、メインコーナー、米が進むコーナーコーナーの方をまず肉取る、ポン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 バウンドして肉降りてそのタレでポンポンポン肉を食っとる、肉を食うっていう風に洗脳するんじゃん、そう肉は違う、でお前その肉食う時肉味ないなって、だからそう、もうほんまそうで2杯目でやっと肉を、うん、なんかもう2杯目ぐらいからもう歯いっぱいきついんだけどでもなんかつってもう無言なよ、まず食事の会話がないよ、もう食わなあかんっていうもうあの重圧と、なんかさその時ってやっぱサッカーの話がしたいわけ、今日の試合のさ楽しくみんなで反省会しつつ試合の話がしたい、一切会話ないほんまに会話無で、もみんなもう食ってでもそれをコーチはこれもトレーニングだと、一生今はもう中学生だから、中1やったから、中1中2の時やったから、胃袋を太くする。食べる量が。そう、胃袋をまず太くしろって言われて、やったのが、もう俺はこれが一番きつかったんだ。はい。ということで、まあ皆さんのきつかった、これ過去一きつかったトレーニングとかがあったら、コメントの方お待ちしております。それではまた次の動画で。See ya.